迷い道。一昨日体験したことだけど、あまりに不気味だったから聞いてほしい。リアルに体験したことだから、オチとかはない。自分の実家は、北海道の札幌近郊の小さな町なんだけど、たまたま仕事が休みだったもんだから、帰省していたんだよね。で、家族三人。父、母、自分で、札幌に住んでいるばあちゃんの家にご飯を食べに行こうってことになった。行きは父さんが車を運転して、帰りは俺が運転をしたんだけど、ご飯食べている時にはもう夜の8時を過ぎていて、周りは真っ暗だった。余談だけど、いくら札幌が都会といえども、ちょっと郊外に行くと結構田舎なわけよ。そんでもって、俺が車を運転して実家に帰っていたんだけど、あまり運転に慣れていないのと、その道を自分で運転して走ったことはなかったので、父さんに隣に乗ってもらって、道を教えてもらいながら運転をしていた。しばらく話しながら走って、俺が父さんに、今どの辺？って聞いたら、今 N 町に入ったところだから、家まではあとちょっとだよ、と言われた。暗くてよくわからなかったけど、確かにそこは、俺の地元の隣町の N 町だった。ああ、そしたら、あと20分くらい走れば、家に着くな。やっぱり、長距離の運転は疲れる。みたいなことを考えながら、そのまま夜道を走っていると、どこか道に見覚えがない。いつも親に同乗して乗っていたけど、自分で運転をしたらこんなもんなんだろうか。まあ、夜道だしな、とか思って走っていたら、目の前に急に T 字路が現れた。もう家族みんなで、あれっていう状態。だって、札幌からの帰り道、今までにそんな T 字路を一回も通ったことはないから。え？父さん、これ、どっちに行くの？右に行け。父さんの顔を見ると、かなり焦った顔をしていた。で、父さんの言う通り右に曲がると、細い、農道みたいな砂利道だった。そこからはもう、街灯とかもないし、Uターンできないくらいの細い道だったから、怖くてかなりゆっくり走っていた。いくら走っても地元の町に着かないし、俺も両親もかなり不安になってきた。そんな時、横に座っていた父さんが、まるで、狐につままれたみたいだな、とか言い出した。狐か。まあ、幽霊とかじゃなければいいかな、とか思って、そのまま走っていると。右の前方に、小さな動くものが見えた。動物みたいだけど、こんな時に気持ち悪いなって思っていたら、それは小さい小狐だった。あ、狐だ。猫かなんかだろ？あ。近づいていったら分かったんだけど、本当にその小さな動くものは小狐だった。減速して近づいていくと、癒しそうな目でこっちを見ながら、砂利道を横切っていった。北海道では、別に狐が道路を横切るなんてことは、そんなに珍しくはないんだけど、それでもなんか、気味が悪かった。
それからちょっと走ったら、また T 字路に当たって、今度も右に曲がったんだ。そしたら、やっと舗装している道に出て、周りの景色を見ても、どことなく見覚えのある場所だったから、やっと安心した。それからは、どこにも迷うことなく、実家に帰れたんだけど、帰った後、家族で一杯やりながら話していたら、両親が気になることを言っていた。まず母さんが言っていたのが、砂利道に迷う前に霧が出ていたとか言ってた。俺はあまり気にならなかったけど、それよりも父さんが言っていた方が引っかかった。砂利道を走っているとき、父さんは言わなかったけど、実はあのとき、父さんが知っている場所を走っていたらしい。そこは地元近郊のゴルフ場近くの道なんだけど、N 町の入り口。つまり、俺が父さんに、ここどこって聞いた場所から、何キロも離れた場所にあるんだって。俺が父さんに尋ねた場所から、砂利道に迷い込むまでの時間は、立っていたとしても5、6分くらい。到底そんな時間で、何キロも走れるわけがない。まして、その道を走り慣れている父さんを隣に乗せて走っているのに、そんなわけのわからない場所に迷い込むわけがない。父さん曰く、俺が場所を訪ねた場所から少し進んだところに歯医者さんがあるらしくて、その角から右に曲がるつもりだったらしいんだけど、家族全員、そんな歯医者さんなんて見ていないし、気がついたら T 字路だった。ということで、幽霊とかは出てこないけど、本当に、狐につままれたのかと思うような、不思議な出来事でした。父は飲みながら、あれは絶対、ワープしたんだ、って、豪語してた。異臭のする安ホテル。もう何年も前の体験だ。確か青森県内だった。出張で一泊するために安い宿を探して適当に決めたホテルがあった。そこは口コミもまあひどくはなかったし、何より安かった。俺の会社は宿泊代が定額で支給されていたから、少しでも安くして出張費を浮かせようとしたわけだ。仕事を終えて夜になり、そのホテルに向かった。古そうな4階建てくらいだったが、妙に細長い建物だった気がする。安宿らしく、ロビーなんて狭くて乱雑に散らかっている。安っぽい赤い絨毯からは、異臭すらした。呼び鈴で受付を呼ぶと、年配の男性が現れた。チェックインしてエレベーター。このエレベーターもまた匂う。3階の自分の部屋に入った。狭い部屋に、ベッドとデスクと、革の剥げた椅子という、ありきたりのビジネスホテルの部屋だ。狭苦しく、どぶ臭い浴室でシャワーを浴びて、ベッドに腰掛けようとして、ふと気がついた。ベッドが木製だ。下の部分が大きな引き出しになっている。物入れ用だろうか。まあ連泊するわけではないから、使うこともないと思ったが、何気なく取っ手を引いた。目に飛び込んできたのが、大きな漢字だった。
いや、作りは漢字みたいなんだけど、読むことができない。それは、一文字10センチ四方くらいの大きな字で、毛筆で布にびっしりと書かれていた。違和感を持ったが、それ以上は気に留めず、俺はそのまま引き出しを閉めた。仕事の整理を終えて、酒が欲しくなった。自販機はロビーだ。エレベーターで降りようとしてボタンを押すが、どこかの階で止まったままだ。3階だから階段で降りようとしたが、階段が見つからない。薄暗い廊下で探していると、壁と同じ色で目立たないのだが、薄汚れた白い扉があった。非常口とも何とも書いていない。なんとなく階段だろうと思って扉を開けた。廊下の明かりが弱くて中は暗くて見えないのだが、空気の感じでここは部屋ではなく階段だと思った。扉から半身を入れて手探りで電灯のスイッチを見つけて押すと、豆電球が天井で弱々しくついた。わずかな明かりがあたりを照らし出すと、手前に1メートル以上はある大きな袋が積み上げられているのが目に飛び込んできた。白地のその袋には、毛筆でびっしりと黒々とあの文字が書いてあった。その袋が踊り場に、3つ、4つ。いや、薄明かりの中で視線を上にやると、上の階への階段にも同じ袋が積み上げられていた。これはシーツなどを入れるリネン袋かと思った。しかし、形がおかしい。パンパンに全体が膨らむのではなく、ところどころ、いびつに突起したり、一部が丸く隆起した形状になっている。なんだか、階段に腰掛けるように置かれた袋や、横たわるように置かれた袋もある。中に入っているものが、シーツの類ではこうはならない。かといって、鉄のような硬いものとも違う。袋の布地には、びっしりとあの漢字の羅列。なんだ?不意の事態に、全く理解できないまま、俺はあっけに取られていた。そのうち、なぜかはわからないが、俺は見てはいけないものを見ている気がしてきた。それは嫌なことに、目が慣れるにつれて、確信に変わった。俺は明かりの届く上の階への階段をずっと見ていたのだが、下の階の明かりが届かない踊り場の暗闇で、さっきからじっと誰かが俺を見ている。俺は目の端で暗闇に浮かぶそいつの影を捉えてしまった。絶対に目を合わせてはいけないと必死になっていると、低くかすれた声、喉から漏れるような、ううーという声がした。その時、目の前の袋のいくつものシワが、うねっとした。俺はその場から逃げて、部屋の隅で一夜を過ごした。後で調べて、あの漢字に見えたものは、梵字だろうかと思った。でも、その文字の意味はわからないままだ。安比高原。
十数年前、私は修学旅行で岩手県の安比高原に行きました。道中特に問題もなく、ホテルに着いて班ごとに部屋に行き、部屋に入ると、今まで私は幽霊を見たこともないし、何かを感じたこともなかったんですけど、その部屋に入った途端に、嫌な感じというものを生まれて初めて感じました。ですが、具体的には特に何もなかったために、自分の勘違いだと言い聞かせ、荷物を下ろしたりして、部屋でくつろぐことにしました。そのうちトイレに行きたくなって、トイレに行くと、便器の隣に、男の人の黒い影が。何度も目をこすって確認をしても、そこには、男の人の黒い影。いや、気のせいだろう、と、心の中で唱えながらトイレを出ると、トイレを出た先に、洋服などをかけるクローゼットがあって、その下に、また黒い影が。さすがに怖くなって、同じ部屋の友人に、霊感があるという子が二人いたんで、別々に聞いてみると、なんと、自分が見た場所と同じ場所にいるというではないですか。修学旅行ですから、部屋を変更することなどもできずに、そのまま黒い影と三日間を過ごすことになりました。これといって他には心霊現象は起きたりはしませんでしたが、トイレに行くたびに黒い影を見るのは、本当に辛かったです。それから5年後、私の弟が、冬のリゾートバイトのため、同じホテルに住み込みで働くことになりました。当時私は、帰ってから人にホテルで会ったことを話したりはしていなかったですし、すっかり記憶からはなくなっていました。春になり、弟が帰ってくると、同じホテルで心霊現象にあったり、噂があったりしたそうです。弟の話では、安比高原のそのホテルには、開かずの間があるそうです。そこでは、不思議なことが起きるために、普段は人を宿泊させたりはしていないとのこと。他にも、いないはずの、同じバイトの人を見たりなど、いろんなことがあったそうです。私が昔泊まったのは、もしかしたら、その開かずの間だったのかもしれません。今でも、時々思い出します。振り払う。数年前の宮城県での話。時期は10月くらい。高校生の頃、派遣で引っ越しのバイトをしていたんだ。その日はまず営業所に集合して、あとは仕事が終わったら現地解散だったんだ。現地解散とはいえ、トラックで最寄りの駅までは連れて行ってくれた。駅で降ろしてもらってから気がついたんだが、無人の駅。公園のトイレみたいな見た目と大きさ。しかも、電車の本数がめっちゃ少ない。次の電車が来るのは2時間後だった。路線図を見てみると、東北本線のメインの路線から分岐した小さい路線らしい。さすがに、2時間も何もないところで過ごすのはつまらないなと思って、マップで調べてみると、1時間ちょっと歩けば、メインの路線の駅にたどり着けると出てきた。そして、当時は体力が余っていた高校生なんで、1時間歩くという
愚かな選択をしてしまった。駅の周りはまだ工場とか営業所みたいなのとか普通に建物があった。30分ほど歩いて、周りの景色は田んぼと畑と山と森と民家がポツポツと。誇張じゃなくて何もない。トトロの村よりも家が少なかった。途中でバス停を見つけたけど、1日4本しかなくて、すでに最後のバスも行った後だった。そしてそれまで全く車も人間も見ていなかった。午後7時頃、あたりは完全に暗くなっていた。すでに歩いて1時間以上経っているのだが、全然たどり着ける気配すらなかった。携帯も充電がなくなっていた。と突然、店が2、3軒集まっている場所に出た。店といっても、やっているかわからない床屋と、シャッターが閉まった商店みたいな店。そこの店とつながっている家の庭で、初めて人を見かけた。暗くて性別はわからないが、背中の曲がり方からして、老人だろうと思った。街灯もほとんどなく、本気で暗くて、何も見えない田舎を、一人で歩き続けて、心細くなっていた俺は、なんだか人を見つけて安心感が生まれた。もはや道に迷いかけていたので、道を聞こうと声をかけると、庭にいたはずの人影が消えた。あれ？と思った瞬間、足が動かなくなった。誰もいなくなったはずの目の前から、男の老人のような声で尋ねられた。なんでこんな時間に出歩いている？どこの家の子だ？最初見た人影は一つだったはずなんだが、声は二つ聞こえた。俺は焦って自分の名前を言いそうになったが、なぜかとっさに昔図書館で読んだ怪談の本で、幽霊に自分の名前を名乗ってはいけない、そんな話を読んだことを思い出した。怖くて顎が少し震えていたが、必死に全然別の名前を適当に答えた。返答は一切なかったが、足が動いたので本気で走って逃げた。喉に血のような味がしてくるほど休まずに走り続けた。街灯なんか一つもなかったが、道は一本だったから迷うことはなかった。限界が来て、息を切らして、手を膝につけて立ち止まったら、車が普通に走ってた。腕時計を見ると、すでに8時を過ぎていた。あの人影を最初見たのが、7時5分くらいだったはず。そこで立ち止まったのも、30秒程度だろう。そこから、1時間走り続けたなんてありえない話だから、絶対におかしいと思うはずなんだが、逃げることができたことの安心感で頭もろくに回らず、そんなことを冷静に考える余裕もなかった。4車線の大通りに出てみると、もう目の前に駅が見えた。人も普通に歩いている。それを見て、安堵で道路に座り込んでしまった。
文書こき。小学生だった頃の話です。実家は秋田、田舎なんで家も庭も広いんですよ。庭にはお稲荷さんの祠があります。ある日俺が寝ていると、夜中にむっくりと起きて廊下をぴょんぴょん跳ね、犠牲をあげたそうです。親と祖父母が何事かと思って起きてきて、親父が俺を取り押さえたら、ぱったり居間で寝てしまったそうです。意識は多少ありました。なんか、川の真ん中にある祠か何かから、大きい何かと小さい何かに交互に押さえつけられる幻覚と、弟の泣き声だけ覚えがありました。その後も一時頃になると、夜中にむっくりと起き出して、家中を走り回る。やっぱり意識はあって、同じ幻覚を見てとても気分が悪い。親は俺が、文書こきになったと言っていた。文書こきになってから、やたらと変なものを見るようになった。それは強烈なんで、長くなるからやめておくけど、俺本人よりも親の方がビビってしまって、近くに住んでいる神様って呼ばれている月物払いのばあさんに弟と一緒に見てもらいに行った。俺が文書こきになってから、弟はおねしょが止まらなくなってしまったから、それも何か関係があるんじゃないかということで、アポなしで行ったんだが、玄関を開けたら、月物払いのばあさんが待っていて。来るの遅かったな。あんた方さが悪さしてるのは狐様だな、って言われた。いきなりだったけど、おかんはすぐに意味を理解した。まずばあさんが、でかい、見たこともない仏壇の前に案内して、丸い座布団に俺と弟を座らせた。おかんはその後ろに着席をしたという。ばあさんは派手な衣装に着替えて、鈴がいっぱいついた棒を片手に持ち、もう片手には木の板みたいなものを二枚持った。読経しながら鈴を鳴らし、俺と弟をぐるぐる回りながら、木の板でバンバン叩いた。十分くらい続いて、なんだこれって思っていたら、急に弟が低い声でうなりながら白目を向いて、じゃーっと小便を漏らした。尋常じゃないくらいの量で畳もびちょびちょ。おかんは焦ってた。それを見た俺は、なんだこれ、怖い、と思って立ち上がろうとしたんだが、なぜか立てない。それで、前のめりに倒れた。それで、胸が熱くなって、涙が止まらない。なんか、顔があったかい。俺も大量のお漏らし。出た感覚が全くなかった。そしたらばあさんが、でだな、こいらば大変だっただべ、って言った。出た瞬間に体が楽になったのを覚えてる。それで少し休んでからおばあさんが説明してくれた。まずよ、おめさついだったものは狐様だ。あと、50歳で自分の命を絶った、おめだの先祖様だな。おかんには何か心当たりはないかと聞いてきた。確かに家ではお稲荷さんがある。ばあさんが、
原因まではわかんねえから、一緒に家まで行ってやるな。それでそのまま、四人で家に行った。家に着いてばあさんが、あいだな。おごってるから、おめえがだぐるな。そう言われた。おばあさんはほこらの前で、何か何回もお辞儀をして、こっちゃ来ていいど、と言ったので行ってみると、ご神体がペンキで真っ黒に塗られていました。それと、祠の奥にあるお札に、優作三条って書かれていました。優作というのは、隣の家に住んでいる六年生のことです。おばあさんは、おめえの家にあだなしたわけでねな。それより問題なのは、先祖様だな。自分で命を絶ったおなごいねが気で見れ。そう言われました。とりあえず、ばあさんの家に送っていき、お守りを書いてもらいました。このお守り持ってれば大丈夫だ。おめさ、あだなすことはねえから。でも、出て行ってもらうのは時間かかるな。と言われました。ただの紙に筆で書いたのを四角く折ったものだったので、おかんが毛糸でお守り袋を作ってくれて、それを毎日首から下げて暮らしました。一応、キツネ付きの話はこれで終わりです。祖父に聞いても、自ら命を絶った祖先は知らない、そう言われました。お守り袋をぶら下げて2ヶ月後には、毛糸の入れ物ごと真っ黒になってしまいました。むさかり。俺は今は大きなデザイン事務所に勤めているんだけど、専門学校を出てしばらくは学校から勧められた冠婚葬祭会社で写真加工のバイトをしてた。葬式の場合は遺影用としてスナップから顔をスキャンしてスーツ姿にしたり、結婚写真の場合は全体的な修正などの仕事が多かった。あとは写真には関係ない細々とした雑用。ある日、20代の若い男性の葬儀で、アルバムから遺影用の写真を選ぶのに自分も加わったんだけど、その後で60代と思われるご両親から呼び止められ、奇妙な依頼をされた。それは、個人となった息子の結婚写真を作ってほしいということ。未婚のまま病気で亡くなった息子が不憫でならない。なんとか、空ごとでも結婚式を挙げた写真を残したいが、そういうことはできるものかと尋ねられた。まあできるかどうかは素材の画像が揃っているかどうかで決まるんだけど、会社で正規に請け負う仕事とは違うから、その場での即答は避け、正社員の先輩に相談した。先輩は、それはむさかりだろう、と言って続けた。東北の方では、結婚前に亡くなった男性には、架空の結婚式を挙げた絵を描いて、自社に納める風習があって、それをむさかりという。おそらくはそういうことをしたいんだろうね。もうすっかり廃れた風習だと思っていたけど、まだあるところにはあるんだね。いや、会社としては引き受けることはできないよ、そんなの。ただ、お前が個人として依頼を受けることには感知はしない。まあ、やめておいた方がいいとは思うけどね。まとめるとこういう話だったが、俺はいかにも心苦しいというように頼みを切り出してきた。
父親の姿や、葬式中ずっと泣き続けていた母親の姿を思い出して、この話を引き受けようと決めた。ご両親と話を進めていき、故人の新郎は成人式に紋付き袴で写した写真があるとのことで、それを使わせてもらうことにして、ご両親には清掃をしていただいて新たに撮影することにした。で、問題は新婦なんだ。俺としては和服の花嫁姿はどこかから引っ張ってきた画像を使って、顔はちょっと面倒だけど、目や鼻とか顔のパーツ一つ一つをコラージュして、全体としてはこの世にいない女性像を作ろうと思ってた。ところがご両親は、ぜひともこの写真を使ってほしいと、一枚の紙焼き写真を出してくる。新婦の顔は、どうしてもこの女性の顔にしてほしいと言って、必死の形相になっている。それをスキャンで取り込むのは簡単だけど、俺は先輩から言われた言葉を思い出した。ムサカリエマはな、言い伝えでは周りの参加者はいいけど、新郎新婦の顔をまだ生きている人にしてはいけない。また、生きている人の名前を入れてもいけない。それをやってしまうと、書かれた人には冥界からのお迎えが来るんだ。バカバカしいと思うだろうけど、東北の山形県のあたりには、そういう言い伝えがまだ残ってるって言うぜ。俺は恐る恐る、生きている人はまずいんじゃないかと聞いてみた。しかしご両親が言うには、その写真の方も亡くなっていて、生前は婚約関係にあったのだと。その女性が亡くなったのが原因で、息子も病気になったようなもの。どちらも個人だし、あの世ですでに一緒になっているのだろうが、正式な式として地元に報告できれば嬉しい、と言われて半信半疑ながら承知してしまった。謝礼として10万円いただいた。写真は出来上がって、最後の最後に息子さんの名前とご両親から聞いた女性の名前を同姓にして、画像に入れ、エマにしやすいようパネルにして手渡した。自分としては出来栄えは満足のいくものだった。ご両親は嬉しそうに、これをもって地元の山形県に帰りますと言った。その帰省先が先輩が言っていた県だったんで、ちょっとぎょっとしたけど、深くは考えないことにした。それから2週間ほどして、地方新聞に事故の記事が載った。被害者は即死。なんと、病院の前で救急車にはねられたということで、こちらの地域では色々と問題になった。その病院は、これまで書いた息子さんのご遺体を搬送してきたところ、新聞に被害者の女性の写真は載らなかったが、名前は俺が画像に入れたのと同じだった。これで話は終わりです。夢の渓谷。私は小さい頃から不思議な体験を多くしてきました。その中でも今日は夢の話をしたいと思います。親戚のおばさんが突然脳梗塞で亡くなりました。そのおばさんには娘さんがいました。おばさんが亡くなったばかりの頃は、おばさんの娘さんは悲しくて、頻繁にお墓参りに行っていました。おばさんが亡くなってから1年ほど経った頃、私の夢の中におばさんが出てきて、娘としばらく会っていないから、
娘に会いたい、話がしたいと私に言うのです。不思議なんですけど、お墓に来てほしいというおばさんの気持ちが頭の中に広がってくるんです。次の日すぐに娘さんにこの夢の話をしました。そしてお墓に来てほしいというおばさんの気持ちのことも話しました。すると娘さんは驚いたように、実は最近は仕事が忙しくてお墓参りに行っていなかったの、今日にでも行ってくるから、そう言っていました。その夜、再びおばさんの夢を見ました。久しぶりに話ができて本当に良かったと私に喜んでくれました。こういったことがよくあったんです。ただ今でも忘れることができない悲しい夢にまつわる話があります。私の父親の実家は福島でした。5月のゴールデンウィークの時に見た夢は、その福島の親戚が集まっている夢でした。そしてみんなで話をしているんです。誰かが亡くなったような話でした。それも血管が詰まったことが原因のようでした。しかし、肝心の誰が亡くなったのかがわからないんです。翌日すぐに福島のみんなが元気なのかを確認するため、福島のおばあちゃんに電話をしました。こんなことを言っては失礼だけど、亡くなる順番としては大好きなおばあちゃんが先だと思ったから。電話に出たおばあちゃんはとても元気そうでした。福島の親戚もみな元気だということでした。私は安心し、今回はただの夢だったのだ、そう思いました。しかしその日から毎日毎日同じ夢を見るんです。夢の中では亡くなる順番といえば当てはまる人がみな揃っていて、一体誰が亡くなったのかがわからないままでした。5日くらい立て続けに同じ夢を見るので、母親にも相談しました。母親からも福島の親戚に電話をかけてもらいましたが、みんな元気だということでした。ゴールデンウィークも終わって、夢を見なくなり、その夢のことを忘れそうな頃に、福島から一本の電話がありました。なんと、20歳の私のいとこが亡くなったと。まだ20歳という若さで亡くなってしまうなんて。いとこたちの中でも一番若いのに、私はショックで詳しい話を聞いてみました。するとそのいとこは、最近正社員として京都で一人暮らしをしながら働いていたそうです。ゴールデンウィークが終わっても、真面目ないとこが出社をしてこないため、職場の人がいとこのアパートに様子を見に行くと、いとこが息をしていなかったそうです。いとこの両親もすぐ京都に駆けつけたそうです。京都の病院で死因を調べたそうですが、はっきりとした原因がわからないまま、心臓発作とされたそうです。解剖して
詳しく調べるかと病院から尋ねられたそうですが、かわいそうだから断ったそうです。いとこが発見された時は、亡くなってから3、4日は経っていたそうです。訃報を聞いた私は、すぐに夢のことを思い出しました。私が夢を見ていたのは、ゴールデンウィークの最中。もっと早く、私が気がついていたら、いとこを助けることができたのではないかと。もっと早く見つけてあげられたのではないかと。そう考えてしまうと、悲しくて仕方がありませんでした。いとこたちの家。俺は、いとこたちの家に二度と行かない。ちょうど去年のこの頃の話。俺はいとこに誘われていとこの家に行った。人の気配がないこの山の奥にはいとこたちの田んぼがずらっと並んでいた。茨城県の山の奥深いところに住んでいる。いとこたちとは昔から仲が良くて、小さい頃はしょっちゅうみんなで遊んでいた。いとこは4人いて、2人は仕事を探しに東京に行っていた。あとの2人は、父親の後継ぎで農業をしていて、確かに農業には最適だと思うほど、広い土地だった上に、夏とは思えないほど涼しくて、とても居心地がいいところだった。そんな、いとこたちの家に泊まっていた、ある日の夜。深夜友達とメールをしていて、そろそろ眠くなってきたんで、布団で寝ようとしたとき、変なニュアンスで、と、山からびっくりするくらい大きな山びこが聞こえた。布団から飛び上がったよ。ありえない。なんせこんな夜中に、ほとんど明かりがない山に入るやつなんていない。実際、今まで何回も、いとこたちの家には泊まらせてもらっていたけど、こんなことは一度もなかった。急いでいとこたちを起こした。いとこたちはすでに起きていた。いとこのうちの兄の方が、びっしりと汗をかきながら俺に言った。まだ起きていたのか？もう寝ろ。かなり彼は焦っていたようだ。顔に滲み出ていた。何があったの？今のは何だ？お前は今すぐ寝ていろ。あまりの顔の形相に俺もビビってしまい、部屋に戻るふりをして壁際に隠れていた。すると、弟の方が、どうするよ兄ちゃん、まるまる、俺のことだ、まるまるも家にいるんだぞ。わからん、とりあえずあれを持ってこい。弟は縁側から真っ暗な外に出て、尺状と30センチくらいの古い木箱から大量の古い紙切れと、運動会の綱引きで使うような縄を持ってきた。しかし、俺が覗いていることをいとこたちにバレてしまい、
お前は部屋に戻れ。それと、いいか、俺たちは今から山に向かうから。お前は、家のすべての窓やドアに鍵をかけていろ。一切開けてはダメだ。外から足音がしたり、気配がしたりしても、一切窓から覗くんじゃないぞ。いいな。俺は、半分恐怖と、半分意味がわからないといったような感じで、首をかしげてうなずいた。そしていとこたちは、真っ暗闇の中、懐中電灯を持って、シャリシャリと、錫杖を鳴らして、お経みたいなものを唱えながら、山に入っていってしまった。俺は大急ぎで、トイレや台所、今の窓を閉め、玄関の鍵をして、部屋の鍵もし、いとこたちが帰るのを待っていたんだ。いとこたちの姿が見えなくなり、窓のカーテンを閉めて、恐怖に怯えながら部屋にこもった。しばらくして、急に風が強くなった。家の玄関が、風で窓が揺らされた。すると、家の周りから、大量の足音が聞こえてきた。しかも、何か呟いている。小夜、踊り回りたし。その声は、徐々に大きくなっていった。もう、窓のすぐそばで、話しているような感じだった。心臓の鼓動が、さらに高まっていった。もう、破裂するかと思った。その瞬間、カーテンの隙間から、その足音の正体が分かってしまった。かなり小柄な、信じられないくらいガリガリに痩せ細った、目が異常に大きい少年だった。その上、その少年と目が合ってしまった。俺は体が固まってしまった。すると、あの山彦の時と同じように、また、あの異常なニュアンスの。が聞こえ出した。泣きながら目をつぶって、ナムアミダ仏、ナムアミダ仏、とつぶやいた。早く、いとこたちが帰ってきてくれと感じながら、その緊迫の状態が20分くらい続いた頃、シャリ、シャリ、と、音が聞こえてきた。その瞬間、人生で初めて、気を失ってしまった。目を覚ますと、いとこの部屋だった。兄弟で、何かを話し合っていた。しかし、俺が起きたのを見ると、話をやめて、兄の方が俺に謝ってきた。申し訳ねえな、まるまる。今回は運が悪かったんだ。忘れてくれ。と、俺に言った。縁側には、無数の小さな足の形をした跡があった。俺が、あれは何だったのかと尋ねても、二人とも、お前が知ることはない、としか言わず、結局後日、家に帰ることになった。まだあの日から一年だけど、忘れられない日になってしまった。いつも行っていた、いとこの家にも、もう行っていないし、行きたくもない。連絡すら取っていない。
誰か、こいつに関する情報があったら教えてほしい。少しでも、情報が欲しいんだ。場所は、茨城県、玉造。那須にある旅館での出来事。3年ほど前に私の母と私の主人と子供たちで泊まった旅館での話です。家族の予定がなかなか合わなくて直近での予約になってしまいました。予約するときに確認するとまだ空き室もあるような状態で、周りにある旅館はどこも満室だったのに、少し変だなとは思いましたが、価格も土曜日とは思えないような安さで、これで朝夕食べ放題なんてすごいなと驚きながらも予約をしました。予約した旅館はいろんなところに点在するグループ旅館でした。その旅館は経営難でグループ会社に売られ、昔見た時とは違う名前で営業されていました。当日3時のチェックインだったんで、それに間に合うように着きました。あまり整備が整っていない駐車場に駐車し、荷物を運びながらフロントに行き、エレベーターで6階まで上がり、部屋まで案内してもらいました。部屋に行くまでに何人かの老人の方々とすれ違いました。私の母は、この旅館は安いから老人会でも使われているのかなと言いました。部屋に着き、一息ついてから浴衣を持ってみんなで浴場に向かいました。主人に40分後くらいに出ることを伝えて、浴場のドアを開けました。私の母と子供がいるのみで、他には誰もいませんでした。私たちは、貸し切りだねと喜んで、ゆっくりと温泉に浸かりました。その後ゆっくり入っていても、誰かが入ってくることはありませんでした。入浴を終えて、自販機で飲み物を買いながら部屋に戻り、夕飯の時間まで寝てしまいました。少ししてから子供たちに起こされ、バイキング会場に向かいました。そこにはたくさんのお年寄りがいて、おのおのが自分のお皿にたくさん食べ物を詰めていました。やっぱり入浴には体力も使うから、みんな夕飯を食べてから就寝する前に入浴をするのかなとぼんやり考えたことを覚えています。お腹がいっぱいになった私たちはまた部屋に戻り、子供たちはゲームを始めて、主人と母と私は部屋に備えてある小さなテレビを見てゆっくりしていました。そうこうしているうちに、子供たちは眠ってしまい、主人は子供たちがいるので残って待っていると言ってくれたので、その言葉に甘えて私と母は寝る前にもう一回入浴してくることにしました。もう遅い時間になっていたので、誰もいないかもねと話しながら浴場に向かいました。脱衣所は案の定ガラガラで、誰もいない様子で、浴場を覗いてみると、やはり誰もいませんでした。入浴していると、昼間とは打って変わって、周りは真っ暗で、なんとなく気味悪さを感じました。それまでいろいろと話していた母も、少しずつ、口数も減っていったように感じます。そのうち私たちは
無言になってしまいました。時計を見ると、もう深夜1時を過ぎる頃でした。結構な時間入っていたから、そろそろ出ようか、と話して、私たちはそそくさと、身支度を整えて、部屋に向かいました。部屋に向かう途中のエレベーターで、先に母が入って、私が閉じるボタンを押しました。しかしいくらボタンを押しても、何度も途中で開いてしまうのです。それはまるで、目に見えない何かがそこにいて、ドアに挟まっているかのようでした。何度も何度も閉じるボタンを押し、もし次も開いてしまったら、もう6階まで階段で行こうと母に話したとき、やっとエレベーターの扉が閉まりました。私たちは何とも言えない冷や汗をかきながら部屋まで戻りました。主人は携帯をいじっており、まだ起きていたようで、こういうことがあったんだよと私は母と一緒に主人に話しました。すると主人は、そういえば一時過ぎ、救急車のサイレンの音が聞こえたよ、というのです。ますます私たちは怖くなりました。でも、浴場からここに戻ってくるまでに、私たちは誰にも遭遇していません。なんだか気味が悪くなって、布団をかぶって寝てしまいました。次の朝、朝食のバイキング会場に向かうと、男性側の浴場は清掃中で入れませんと書いてありました。母と私は、浴場で男性が体調を崩して、救急車で運ばれるも亡くなってしまい、でも男性は亡くなったことに気がつかずに、部屋に戻ろうとエレベーターに乗ろうとしたのではないか、考えずにはいられませんでした。そんな出来事があってからは、安い旅館や人気のないところには行かなくなりました。深夜の入浴も一切やめました。お天狗山の山頂。子供の頃、数日間田舎に預けられることがあった。群馬の山間部にある比較的大きな家で、裏にはお天狗山と呼ばれているじいちゃんの持ち山があった。やることがないと、その山で落ちているセミを取ったり、うろうろと歩き回ったりして時間を潰していた。だが、絶対に山頂に向かってはいけないと言われていて、ある場所から奥には入ったことがなかった。迷子になりそうなところだったんで、自分から行こうとも思わなかった。ある時お天狗山で遊んでいると、不意に男の子が現れた。僕よりもいくつか年上で、多分小学校4年生くらいだろうか。セミの取り方を教えてくれて、もっといい場所があると促され、僕は初めて山の奥に足を踏み入れた。途中のことはあまり覚えていないが、着いたのはお天狗山の山頂だった。小さく狭い山頂には、古いけど割と立派な祠のようなものが建ててあった。セミを取るのにいい場所とは思えないが、その祠を見て、何か新発見をしたような満足感を感じていたと思う。しかし時間はすでに夕方。山頂も薄暗くなりかけており、戻る道はもう暗くなっているようだった。
僕は早く帰ろうと思った。そう申し出ても、男の子は、祠を開けて、中の床板を剥がしてほしい、と懇願するんで、祠の扉を開いた。中にはこれといって、仏様や観音様の類もなく、がらんとして埃っぽかった。床板は剥がせないと渋って見せたが、彼が言うには、床板の下には何か宝物があるらしい。苦労して、床板の一部を何とか開けることができた。中には薄っぺらくて、ボロボロに錆びた刀剣のようなものがいくつかと、古銭が散らかっていた。錆びてガスガスだけど、本当の刀だと思い興奮したが、子供の手でも容易に折れるほど朽ち果てていた。もっといいものはないかと奥を覗き込んだが、暗くてよく見えず、見える範囲では見新しいものはなかった。もっと開けてほしいと頼まれたが、祠を壊すことのたたりや叱責を恐れるべきなのと、もう暗くなってきたことを理由に拒んだ。男の子はがっかりした様子だったが、僕に個性も何枚かよこして、ありがとうと言って、一本道だったけど帰る道筋を教えてくれた。不安だったんで一緒に帰ろうと言ったのだが、一緒には行けないと言われた。祠は直しておくから心配無用とのことだったんで、僕は暗い山道を懸命に戻った。途中で心配して探しに来たじいちゃんと出会い、おんぶしてもらって山を降りた。庭先にはばあちゃんが心配そうに待っていて、ああよかったと安堵しながら、手に何を持っているの？と尋ねてきた。昔のお金、これ本物だよね？と価値の確認のために古銭を見せると、二人の顔色が変わった。男の子がいて、二人で遊んだことや祠を見つけたことなどを話して、古銭は彼からもらったものだと話した。じいちゃんは他に何を話したか、何か約束をしなかったか、彼は名前を名乗ったかなどを執拗に聞いてきたが、具体的なことになるとなぜか遠い昔の記憶のように曖昧になってしまった。もうお天狗山には登ってはいけないと釘を刺され、以降お天狗山には登ってはいない。小丸峠。高校生の頃のことです。当時和食屋でバイトをしていたんですけど、バイト仲間には自分を含めてバイク乗りが多くて、しょっちゅう大人数で遊んでいました。バイトが終わる夜中から数台の車と排気量様々なバイクを乗り回して、肝試しや花火などしてはバカ騒ぎをしていました。そのうち 400cc の中型バイク乗り同士が特に仲良くなって、バイトがない日も峠に走りに行くようになりました。あの日は夏真っ盛りの猛暑の日でした。日中から小丸峠に行こうということになり、4人で走りに行くことになりました。小丸、奥多摩はしょっちゅう走りや肝試しに行っていたので、軽い暇つぶしの感覚でした。確かその日は、今まで走ったことがない旧道に行ってみようということになって、
やけに細く曲がりくねった道を走ったのを覚えています。不慣れな初見の道ということもあり、あまり飛ばさずそろそろと走り、頂上あたりでタバコを吸ってくだらない会話をして帰路に着くことに。来た道を戻って走り慣れたいつもの道に出ましたが、この辺から記憶が薄れています。いや、記憶はあるのですが、ただただ熱く異常な喉の渇きを感じながら前を走る友人のバイクの後を追う、そんな記憶しかありません。大概は悪ふざけをしたり蛇行したりするのですが、ただ黙々と一列に並んで走っていました。みんな軽い脱水状態だったのかもしれません。ふと先頭を走る一台が、反対車線にある白砂利が敷き詰められたスペースに入っていきました。それに続いて皆が右折をする形でそのスペースに流れ込み、バイクを降りました。自販機も日陰もないこんなスペースに急にどうした?と仲間の一人が話しかけると、先頭を走っていた友人が、暑いから川に入ろうというのです。見ると白砂利の先は斜面になっており、下には川が流れていました。川は山あいで日陰になっており、大きな岩がありました。皆暑かったのは同じなようで、早速斜面を降り始めました。斜面を降りる途中、白砂利のスペースからは見えませんでしたが、小さな畑がありました。色とりどりの野菜が実っていて、畑の真ん中におじいさんが腰掛けていました。クワか隙を肩にかけていたような気がします。私たちは、川に入りたいので、畑を横切らせてください、と頭を下げると、おじいさんはとても穏やかな表情でうなずいてくれました。軽く一礼して畑を横切り、大きな岩の上で服を脱ぎ、川に飛び込みました。川の水は冷たく、ほてった体にはとても気持ちが良かったです。水を掛け合ったり、潜ったり、とても綺麗な水だったんで、飲んだりもしたかもしれません。もっと上流まで泳いでみようか、なんて話をしていたとき、仲間の一人の様子がおかしいことに気がつきました。真っ青な顔をして震えているんです。表情はこわばってガタガタ震えながら、寒い、寒いと連呼していました。確かに川の水は真夏でも冷たく、はじめこそ身の引き締まる冷たさでしたが、友人の一人はまるで真冬の雪の中で裸でいるかのような震え方でした。じゃあ上流探索はやめて、そろそろ上がろうかということになり、陸地に向かおうとしたとき、なぜか川に入らずにいた友人に、せっかくだからと岩の上から写真を撮ってもらいました。そして何事もなく帰路に着きました。数日後、現像した写真ができたので見ていると、一枚の写真に目が止まりました。あの時の川での写真です。中央に映る震える友人と、1メートルほど左右に離れた私ともう一人。よく見ると、震える友人の後ろにもう一つシルエットが映っています。重なって映っているようで、
友人の体のラインからはみ出ている体がはっきり映っており、足も映っていました。パッと見ると、友人の足が三本あり、体が一回り太ったように見えました。そのことを本人にも伝えたのですが、足が消えているなら怖いけど、この場合は大丈夫じゃないって言って、気にも留めていない感じでした。それから数週間後、その友人は小丸で大事故を起こしてしまいました。対向の車と正面衝突をしてしまったそうです。今思えばあの日、旧道を出てから自分たち以外の車やバイクを見なかったような気がします。川に入っている時も、すぐ上は走りや御用達の国道なのに、川のせせらぎ以外は無音だった気もします。何かに引き寄せられてしまったんですかね。牛鬼。まだ子供の頃、初めて田舎に一人旅をした時のこと。私の田舎は千葉県蓮沼村、九十九里浜の真ん中あたりだ。今夜遅れて到着する母のため、じいちゃんと裏山に山菜を取りに行くことにした。子供用の背負いかごに、獣よけの鈴をばあちゃんにつけてもらう。それは鈴というよりも、鈴のようないい音がする鈴で、いつもはばあちゃんが持っている家の鍵についている。私の大のお気に入りだった。春でいっぱいの野山はそれだけで嬉しい。それに、じいちゃんは物知りだから、また何かいっぱい教えてもらえるような気がして、私はご機嫌だった。やがて山菜を取り始めてしばらく経った頃、じいちゃんの姿が見えなくなった。私がいるところは、ほんの少しばかり開けて、道のようになっているが、周りは、ぐるっと木々で囲まれており、その向こうの様子はわからない。裏山には何度か来たことはあるのだが、この場所には見覚えがない。でも大丈夫。大人とはぐれても、そこから動かず、すぐ呼ぶ子を鳴らせば、必ず誰かが見つけてくれる。そう言い聞かされていたから、私は首から下げた呼ぶ子を取り出し、それを口に当てようとした。その時だった。牛に似た大きな真っ黒なものが唐突に現れた。私との距離は10メートルもない。きっと、闘牛の横綱級の牛でさえ、そいつの前では子牛に見えただろう。炭のような体、黒光りする二本の少し内側に曲がった角、真っ赤な目、白い泡を吹いた口。その口元からは、牛や馬のいわゆる下駄っぱではなくて、肉食獣の鋭い黄色い牙が覗いている。そいつが睨んでいるのは私だった。恐ろしい攻撃の気持ち、殺意が私に向かってやってくる。動けない。呼ぶ子はとうに手の中から滑り落ちている。
奴が頭を振り立て、前足で地面を掻いた。来る？頭の中で心臓が爆発しそうになり、思わず半歩下がった時、鈴が鳴った。リーン。すると、なぜか奴が地面を掻くのをやめた。私は、なるべくそーっと背負いかごを下ろし、外した鈴をもう一度鳴らしてみた。リーン。奴はじーっとこちらを見ている。余韻が途切れたところでまた鳴らす。リーン、リーン。何度も何度も鳴らすうちに、奴の攻撃の気持ちが静まってきたようだ。それが証拠に、口元の白い泡がだんだん消えていく。私は必死だった。早くこいつに消えてほしい。ただそれだけを念じつつ、鈴を鳴らし続けた。リーン、リーン。どれほど鈴を鳴らしたか、奴の目が眠たげになってきた。眠れ、眠れ、眠れ。消えろ、消えろ、消えろ。腕がだるいのを通り越し、そろそろ痛み始めた頃、やっと奴は目を閉じた。やった。不思議なことに、奴が人間のように、こっくりこっくりやるたび、奴の体が、ずんずん地面へと沈んでいく。膝、腹、喉、背中、頭。何でもいい。早く消えてくれ。もう腕は、鉛みたいに重たいけど、私は歯を食いしばって、鈴を鳴らし続けた。リーン、リーン。とうとう奴の角が地面の中に吸い込まれるように消えていった。だがすぐ止めてしまうと奴が現れそうな気がする。それが怖くて鈴を鳴らし続けた。それから間もなく後ろからじいちゃんが私を呼んだ。じいちゃん。じいちゃんが神様に見えた。駆け寄った私の手をじいちゃんはしっかりと握りしめて、ただ帰ろうと言った。一言も言葉を交わさず戻ってきた私たちに、家の前にいたばあちゃんも何事かただならない雰囲気を察したらしく、不安げな面持ちで畑仕事の手を止めた。手だけを洗うと、じいちゃんに連れて行かれて仏間に入った。ばあちゃんも後からついてくる。何があった？きちんと正座をしたじいちゃんの前で、私はさっきの出来事を話した。ばあちゃんは途中から小声で念仏を唱え始めて、ぎゅっと私の体を抱きしめる。じいちゃん、あれは何？じいちゃんは少し考えてこう答えた。多分、それは大昔から言われている、
牛鬼という化け物に違いないじゃろう。牛鬼というのは、大きな大きな真っ黒けの牛のような化け物で、それに出会うた者は、ほとんど角で突き殺され、バラバラにされて、高い木の上に引っ掛けられたり、深い谷底に突き落とされたりするそうじゃ。牛鬼はな、いつどこの山に出てくるのか、誰にもわからないのだと。今日はお前は助かった。だが、この次助かるかどうかはわからない。だからお前は今後、海や山に行くときは、必ず魔除けを持っていけ。いいな。以来、奴には出会っていない。でも、背中でばあちゃんの鈴が鳴るたび、あの時のことを思い出す。今も奴は、どこかの山に、姿を現しているんだろうか。東京タワー。これは、昔東京タワーで働いていた知り合いの B さんから聞いた怖い話です。実は東京タワーは、宗城寺というお寺のお墓があった場所の上に建てられているらしく、そのため幽霊の目撃談が多いんだと言います。有名な話では、非常階段を着物の女性が歩いているという階段や、鉄脚の下で遊ぶ女の子の幽霊の話がある。私の知り合いの B さんも一度だけ恐ろしい体験をしたと言います。B さんは当時エレベーターのアテンダントをしていました。東京タワーでは3機のエレベーターにそれぞれアテンダントがつき、展望台までの約1分間にタワーの案内をしているんです。その日は雨で、いつもに比べればお客さんの数は少ない方でした。B さんは何度目かの上昇の際、あれ?と思いました。お客さんの中に髪を三つ編みにした5、6歳の女の子がいたんですけど、その女の子が妙に気になりました。それには理由がありました。ついさっきも、上りのエレベーターに、とても似た子が乗っていたんです。その子も三つ編みで、同じような格好をしていた覚えがありました。姉妹なのかな?その時は、そう思っただけでした。けど、それから30分もしないうちに、また同じ少女が、上りのエレベーターに乗り込んできたんです。B さんはぎょっとしてしまいました。お客さんに悟られないように必死に笑顔を作りましたけど、引きつっているのが自分でもわかりました。展望台から降りてきた人はまた登るなんてことは滅多にありません。しかもその少女には連れ添っている保護者の姿が見当たらないんです。おかしいのは明らかでした。エレベーターが展望台に到着すると、お客さんが続々と降りていきました。けど、一人だけ残っているお客さんがいました。三つ編みの少女でした。少女はじっと B さんのことを見上げていました。もしかしたら、迷子なんだろうか。B さんはそう思いました。いや、そう思いたかったのかもしれません。お母さんとお父さんはどこにいるの?B さんは少女に話しかけました。すると少女は首を振りました。じゃあ、
誰と一緒に来たのかな？また少女は首を振りました。一人で来たの？どこから来たの？すると少女は小さく微笑んで言いました。この下。そしてエレベーターの床に沈むように消えていったと言います。お墓で眠っていた子が騒がしくて起きてしまったんではないでしょうか。B さんはそう思っているそうです。若い時、先輩たちと神奈川県横須賀の中のかなりヤバいという心霊スポットである廃病院に車で行った時の話。その病院というのは、精神病末期患者とか感染病隔離病棟があったっていう場所で、その頃はとにかくあそこに行った女が突然ほふく前進をしだしたとか、叫びながら屋上に行って泣いているとか、マジでヤバい噂が立っていた。俺たちは暇&女もいないドライブ。あそこやべえらしいからよとか言って、結局病院までたどり着いてしまった。俺は本当に幽霊とかはマジで信じていなくて、怖いとかそういう感覚もなく、正直興味はなかったんだ。何度か心霊スポットはいろいろと言っていて、中に入ったりもしたんだけど、落書きとかゴミとか、それがすごいだけで何も面白くはないし。ましてや、キャーキャー言ってくっついてきてくれる女もいないんじゃ、こりゃつまんないだろって。運転している先輩、助手席には俺の友達が座ってた。俺は運転席の真後ろのシートを一人で座っていて、なんとなくいつもの心霊スポットの感じとは違う気がしていた。閉鎖的であることとマジで暗いことがそう思わせたのかもしれないけど、とにかくやばいところだなってポケーっと病院を眺めていた。窓から手を出しながらタバコを吸っていたんだ。腕を窓からだらっと垂れ下げる感じ。友達が、そろそろ行きますかって言ってお開きになるとき、俺は窓の外に出している手が何かに触れられた気がして、なんだって思った瞬間に、腕をガッと窓の外に引っ張られてしまう感覚がした。その次の瞬間に、腕がパントマイムみたいに浮き上がって、間違いなく誰か、何かに引っ張られて、俺は、うわ、やべえ、なんかやべえこれ、って叫んだ瞬間、振り返った助手席の友達が、すごい顔して、俺の後ろの窓を見ながら叫んでいる。うわーって。で、先輩が、引っ張れ。やべえから引っ張れ。窓閉めろ、窓。って言って、前列の二人もめちゃくちゃパニックになって、助手席の友達なんて、涙ボロボロ出して泣いているから、もう俺どうしようって思ってる間にも、マジで何かに引っ張られていたんだよね。で、二人がかりで俺を何とか引っ張って、飛んでいった先が助手席の足元。前列まで俺吹っ飛んだんだ。先輩がすぐ車出して、その場から何とか逃げ切った。すぐコンビニがあったんで、その駐車場に止まって。マジで何だったんだよって、俺が一番ビビってた。
友達は泣いていたことを隠すかのようにめちゃくちゃ笑っていて、先輩も怖すぎて暴走して逃げてきたからか、なぜか笑ってた。俺は幽霊を信じてはいなかったけど、何かが俺の腕全体を外に引っ張っていたのは事実だったから。なんかいたのか？マジであれは何なんだ？って言ったら、友達が、なんか黒いヘドロみたいなものがお前に覆いかぶさっていた。あれが何かはわからない。先輩も、何か黒いものがいたのは本当だ、みたいなことを言い出して、なんじゃそらって。髪の長い女とかではなくて、ヘドロって何なんだよって思った。マジか。怖すぎるよ。塩買おう塩って話していたら、なんか上に羽織っていたウィンドブレーカーみたいなのが濡れているんだよね。なんか濡れてるんだけどって脱いだら、友達がまた俺を見て泣きそうな顔をしてる。なんだよまたかよ。何があったのって言ったら、なんだよそれ、気持ち悪いよマジでって友達また泣き顔。白の T シャツに黒いシミ、泥みたいなものがべっとりとついていた。あそこに行くまで俺幽霊とか本当に信じていなかったんだけど、今は信じているよ。キリシタンズか。私は学生時代にやっていたスキューバダイビングを知り合いから誘われて再び再開し、日本の海ですが行けるところ可能な限り潜りに行っていました。そんな時、知り合いの S さんから、新潟県の佐渡島の海が綺麗でクリアで魚も多い、泳ぎやすいと言われて、たまたま休みも取れたので、数名で S さんの大きな車に乗って、新潟県まで向かいました。高速に乗って、フェリーに乗って、佐渡島に着きました。自然が溢れて、空気も良く、私にとっても新鮮でした。食べ物も、お米や魚も非常に美味しくて、目的の海の中は本当に水質も良く、とても綺麗でした。大きなコブダイもいたり、魚と泳いだりして、いいダイビングができました。翌日、佐渡の島の中をドライブしようということになって、私たちは車に乗り、ドライブを楽しみました。いろいろと島の中を車で走って、確か沢田というところを通って、相川という場所を通過してトンネルをくぐりました。すると、今まで快晴で雲一つなく晴れていていい天気だったんですけど、やけにどんより雲で視界が霧のようでした。ちょっと狭い山道。夏で天気も雨が降っているわけでもないのに、だんだんと視界が悪くなって、何かおかしいとは思いました。車の中にいた20代の女性 H さんが、何か寒気がすると震え始めました。運転をしていた S さんも、なんか事故になるといけないし、ちょっと止まろうか、車を停車させました。なんとか周りは見ることができましたが、車を走らせれば先はライトを照らしても見えにくい、危険だと
S さんの判断は正しかったと思います。ちょっと車を降りました。H さんは気分が悪いと言って、車から出てきませんでした。H さんを残して6人で降り、鎖が見えたので、そこに手をかけて歩いていくと、キリシタン塚と看板が出ていました。え、こんなところ、佐渡にキリシタン？私は訳がわかりませんでしたが、不気味だと思いました。S さんの指示で、皆で一緒に行こうと言われたので、ゆっくり動きました。同じ仲間の T さんが、あ、あんなところに、見てみなよ、と指を指しました。その方向を見ると、十字架に貼り付けされた白い石像がありました。無機質でしたが、なぜか異様なものを出しているように見えました。あ、ここってもしかして、あのテレビで。お寺のお坊さんの M さんが、そう言うと胸を押さえて、なぜかその場で嘔吐しました。私は、ここはただの場所ではない。とても危険だと察知して、皆さん、もう帰りましょう、と、必死で全員呼びかけました。全員が無言でうなずいて、霧も次第に濃くなってきたように見えたので、とにかくゆっくり、鎖を伝って、元の道に帰りました。私は振り返りはしませんでしたが、去り際、ひそひそと、なんだか人が囁く声が耳まで聞こえてきました。私は正直怖かったです。ですが振り向かずに、車に向かいました。車に全員乗って、S さんは車を出しました。車を出して、しばらく走ってトンネルを抜けると、さっきとは違って、暑く、快晴の雲一つない空。太陽も照っていました。全員の体調も良くなって、一体何だったんだろうと思いながらも、誰も何も言わずに宿に戻りました。夕食時、私は知りました。そこはキリシタン塚という、キリシタンの教徒が江戸幕府によって処刑された場所とのこと。私は青ざめました。知り合いたちも、タレントがそこに行ったテレビ番組を見て、マリア像が血の涙を流したり、幽体離脱っぽい画像を見たと言っていました。T さんは、あの時胸や背中を誰かに押されたような感覚で圧迫されて、殺意というか、怨念みたいな黒い塊が見えて、気持ちが悪くなっていた。あんな経験は初めてだと、青ざめて言っていました。泊まった宿のスタッフの方から、あそこでいたずらをして、事故で亡くなってしまったり、ガラスがキリスト像のように手足に突き刺さったりしてしまった人もいるんです。供養とかだったらいいかもしれませんけど、絶対に行かない方がいいですよ。そう言われました。私は何も言えませんでした。その後は普通に車に乗って、無事に帰ってくることができました。スキューバダイビングで知った佐渡島ですが、そんな場所があったとは知りませんでしたし、怖い体験をしたのもこれが初めてです。その後神社で一応お祓いはしてもらいました。日本には知られてはいない怖い場所があるんだな。近づいてはいけない場所もあるんだな、と自分の経験を通してそう思いました。
山梨の山のふもと。小学校の低学年の頃、学校から帰るとおじがいた。おじは青ざめていて元気がなく、俺の顔を見てもお帰りとしか言わない。おじは関東の隅っこの山のふもとで嫁さんと二人暮らしのサラリーマン。小学生が帰っている時間に都内のうちにいるのはおかしい。子供心に何か良くないことがあると思い聞くことはできなかった。夕食、おじも父も母も妹も一言も喋らずに黙々とご飯を食べた。突然おじが箸を置いて口を開いた。こんな話。一週間ほど前、うちの犬が毎日昼の決まった時間になると狂ったように吠えて、ご近所に肩身が狭い。嫁さんがそんなことを言い出したらしい。対しておじは、犬には犬の社会があるんだよ、と適当に流した。それからも犬の奇妙な行動は続いたらしく、少し怖くなった嫁さんは昼時には家を開けるようになった。おじはくだらないことで怯える嫁さんに対し腹が立ち、今日は早く帰るからちゃんと家にいろと言って朝家を出た。昼前に会社を出て、嫁さんの言う午後一時頃に家に着くようにした。バス停から田んぼだらけの田舎道を家に向かって歩いていると、なるほど、気が狂ったような犬の鳴き声がする。威嚇するような、怯えるような声。めんどくさいな、とため息。遠目に家が見えてきた。と、何かが庭を走っている。犬が吠えている相手かな。キツネか、タヌキか、と足を早めるが、ピタッと足が止まった。冷や汗が吹き出る。庭を走り回っていたのは子供だった。和服を着た小さな子供。走り回るというか、滑るような感じで、家の周りをぐるぐる、ぐるぐる回っていたらしい。振り回している腕は、ビデオの二倍速のように速い。とても不自然な動きだったらしい。化け物か?と思ったが、常識人のおじは、にわかには信じられなくて、遠目に何か他のものではないかと目を凝らしたらしい。だが、紛れもなく、青い和服を着た子供だったらしい。犬は子供に向かって狂ったように吠えていて、おじは嫁さんが家にいると知りながらも、どうしても家に近づくことができず、走って駅まで引き返し、とりあえず家に来たのだという。家に電話をしても、嫁さんは出なかったらしい。次の日の日曜、
朝一番に父が叔父を家まで送った。幼心に心配とちょっとした興奮があった。昼前に親父が叔父が住む駅前から電話してきて、一応家までは送っておいたよ。でもあいつのうち犬なんて飼ってなかったな、と言った。親父が帰ってきて、夕方頃、叔父からも電話があって。なあ、聞いたか？犬にはかわいそうなことしたな。なんか俺のせいで、どっか行っちゃったかもしれないな。嫁さんも大丈夫だ。迷惑かけたな。じゃあ、元気でな。変な挨拶をされた。このおじとの関係はこれっきり。行事にもまめな人だったんだけど、それからは法事や葬式も全く出てこなくなった。あれからもう10年になるけど、家族の中でもあのおじの名前を出すのはタブーになっている。昨日、妹と話してみたけど、妹もこのことは覚えていて、二人で不思議がった。怖い話ではないかもしれないけど、叔父のことを思うと、なんかシャレにならなくて。その子供っていうのは、何だったのかな。叔父は、山梨に住んでいるんですけど、地元の人、そういうの何か知りませんか？証明写真。出張で長野に行った時のこと。地方って言い方をすると失礼になるかもしれないけど、長野に限らず、車が生活に密着したところってさ、自動販売機が大量に置いてあるところがあるじゃないですか。街中に限らず、山の中の、どこから電気引いてるんだ？みたいな突拍子もない場所でも、自動販売機がずらーっと並んでいて、休憩も兼ねてたまに利用するんだけど、その日の仕事を無事に終えたんだけど、もうすっかり日も暮れてしまって、腹減ったなとか考えながら、駅前にあるビジネスホテルに向かって、夜の山道を車を走らせていた。初めて行った場所だったから、ルートは完全にカーナビ頼り。来た道とルート違うじゃないかって思いながらも、ナビ通りに山道を進んでいたら、進行方向に明かりが見えてきて、近づくにつれて自販機が並んでいるのが分かった。まだ1時間近くかかるし、コーヒーでも買おうかって思って、車を自販機前のスペースに滑り込ませて、財布を持って車を降りたんだ。コーヒー買ったらすぐ移動するつもりだったから、当然エンジンはかけっぱなし。こういう自販機って地方の業者が管理しているからか知らないけど、自販機に飲料メーカーのロゴもないし、いろんなメーカーの飲み物がごちゃごちゃに入れられているじゃないですか。お目当ての冷たい無糖ブラックコーヒーを買って物珍しげにそのラインナップを眺めていたら、自販機が列になっている一番右端に変な機械があることに気がついたんだ。変な機械っていうのは正確な表現じゃないんだろうけど、街中で普通に見かけるインスタントの
照明写真撮影機があったんだよ。ライトもついているから稼働していると思うんだけど、山道の自販機群の中に照明写真の撮影機が混じっているのがなんだか違和感があってさ、なんでこんなものがって思いながら、照明写真の撮影機の方に一歩足を踏み出そうとして足が止まったよ。あの機械ってさ、中に入るところにカーテンがついてるじゃないですか。それが閉まっているのは普通だと思うんだけど、中に誰かいるんですよ。あのカーテン、中に誰かがいたらわかるように、足元の方が見えるくらいの長さしかないんだけど、そこから足が見える。隣の飲料用の自販機の明かりに照らされて、間違いなく男性のがっしりとした足が見える。それも裸足。誰か、何かが入っている写真撮影機の方を見ながら、車の方に後ずさりをする。自販機の前のスペースには砂利が敷いてあって、一歩後ずさりをするごとに立てなくていい音を立ててしまうけど、撮影機の中の足は微動だにしない。なんで裸足なんだ。ここには俺の車しか止まっていない。次々と湧き上がる違和感と膨れ上がる恐怖を抑えながら、なるべく音を立てないよう慎重かつ素早く無神経にアイドリング音を上げている車に向かい、後ずさりを続ける。なんとか車まで近づいて運転席のドアを開けようとしたとき、写真撮影機の中ほどにあるランプが稼働し、カタンという音がした。声にならない悲鳴を上げて、エンジンがかかった車に飛び乗る。来るな、来るなって必死に念じながら、思いっきりアクセルを踏み込む。自販機前の駐車スペースから道路に向かって車を急発進。事故らないように全力でハンドル操作をする。ちらっとバックミラーで後方を伺うと、自販機の光が遠ざかっているのが見える。何かが追ってくるような様子もない。それでも安心はできなくて、自販機の光が完全に消え去るまで、スピードを緩めず、ハンドルにかじりつくようにして、車を走らせ続けた。人心地ついたのは、周囲に民家の明かりが見え始めてから。あのカタンっていう音、照明写真が出てきた音だよな。一体、何が映っていたんだろうか、と思わないわけではなかったけど、立ち寄ったコンビニで、封を開けていない缶コーヒーとともに、その思いを投げ捨て、店内で新たに缶コーヒーを買い直し、ホテルに向かって車を走らせた。